はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、僕が考えた最強デッキ、こちらご紹介をしていきましょう。名付けまして、みかんこビーステッドクシャトリラ楽園召喚ドラグマです。いや、いろいろ入りすぎっていうね、もう出張パーツのゴンギョみたいなデッキを作ってきたんですけども、これ何をしたいかっていうとね、出張パーツを合体させたら強いんじゃねえか理論なんですよ。要は出張するギミックってたくさんあって、まあ召喚権を、特徴はね、召喚権を使わないっていうこと、それからまあそのギミックはコンパクトにまとまっているということ、これがね、まあ、条件なんですけども、まあ、今回まずビーステッドですね。ビーステッドと、フクラクイン。それから、まあ、召喚権これ使っちゃうんですけども、召喚アレイスタープラス召喚獣ですね。はい。と、これペンリル、クシャトリラ、召喚権使いませんね。と、あとね、天帝の使徒。これがね、めっちゃ強い。環境的に。アドバンテージめちゃくちゃ稼げるから、やっぱパワーが落ちてきて、結構ね、天帝の使徒割と強いカードになってきてるんですよね。なんか、ガルーラとかも追加されて、ワンドローとかも入れられるし、あと、普通にね、このドラグマギミックが強いですね。普通に。で、あとそれに、ミカンコ、今回は。まあ、ミカンコかなりコンパクトになってるんですけども、ミカンコにアクセスする手段としてもこれ優秀で、天帝の使徒1枚からね、かなりアドバンテージ稼げるんですよ。天帝の使徒でガルーラ送るでしょ。で、ガルーラ送って、でこのマクシムス持ってくるでしょ。でマクシムスでガルーラ除外して、あ、これ1枚ドローしてるからね、もうすでに。で1枚ドローしてて、でマクシムス出して、でマクシムスで、アーデック と、まあ、例えば、まあ、バスタードとか、送ると、もうそれだけでなんか何アドくらい稼いだ、2、3アド稼いでしょみたいな、ムーブになるんですよ。これめっちゃ強くてね、はい。でエンドフェーズになんかフルルドリスサーチできて、フリーチェーンで特殊化みたいなこともできるからね。でそこになんか召喚獣とかペンリルとか、ビーステッドとか組み合わさってると、なんか結構強いんですよ。はい。なんか使ってて、これ、このデッキめちゃくちゃ面白かったんで、よかったら、使ってみてください、皆さんも。ある程度、誘発入ってるんで、結構、高校もやります。はい。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、出張パーツのゴンゲというデッキをね、あ、ステイグダ強そう。あ、いや、ドラグマきついか、これ。弱いわ。弱かったわ、冷静に見たら。ちょ、ドラグマきすぎたな、あんなもんねえな。これね、アレイスターがね、めちゃくちゃ誘発吸ってくれるんだよね。無限抱擁とかウララとか。で、それがね、結構強い、普通に。で、ウララとか無限抱擁とか打たれてもさ、召喚魔術、すり気してれば貫通できるんじゃないですか。だからそれも強いっすね、これは。これはですね、魔術一応打つか、メルカバー。アナコンダしてからとかでもいいんじゃいいか、今の。まあでも別に天帝の人打つからあんま関係ないね。で、こうして、天帝の人イコール大姫だからね。まあ、大体。で、メルカバー。で、モンスター効果、マジックカードの効果を今のところ無効に引けるよっていう状態にしておいて、これ先出すとね、ニビルケアとかできるから、まあそれはそれ強いしね。で、天帝の人を発動。天帝の使徒によってカードを、1枚ドローしながら、ドラグマ持ってくるが、ちょっとこれ2枚引いたの弱すぎんか、これで、ガルーラちゃん効果でカードを1枚ドゥルーペッ、あー1枚やねえな。で俺課金モンスターいらねえか、これさ、冷静にかけてさ、大姫だけでさ、これ妨害設置してるから、なんか課金モンスターいらんまだらけな、これね。で、まあ、マキシマスドラグマ発動。これで相手が、ラビレンスとかでめっちゃアドバンテージ稼がれるとかいう地獄もたまに起きるんだけど。ラビレンスが多い環境だとね、ちょっとね、このね、マキシマスドラグマとかいうモンスターね、いまいち使いにくいところはあるね。ラビレンスっていうか、これあれか、ペガサスとか1枚入れとくか、入れとくか。こういう時のために。イグニスタね、ペガサスアットイグニスタ。あいつ割と強いので、やば、リダンバグースか。リターンバグですか、なんだこれ、ティアラメンツかな、ティアラメンツ、ティアラメンツか。大姫、あ、コアクマとかあんな。エクストラ見るとこうやってね、なんか意外とデッキ分かるのも、まあ、まあまあ優秀ですね。どっちか分からねえけど、リダンバグースかとか今入れる枠あんのかな、ちょっと分かりませんが、まあ、とりあえず捨てる手札は22がいらないかな。
し下級いらんかもねマジで。払い米とさ、なんだっけ、装備、なき、あの装備、ロンドだけで一応完結してるんで、なんか2に出す必要ねえかなっていう気がしてきたわ。で、伝承の未完工発動、まあ、相手のモンスターをね、処理ながら2に出すっていう動きがまあ強いんだけどね、一応ね。で、ウォッチ送るカードを、払い米にしといて、で、これで相手が特殊召喚してきたら、モンスターをバウンスできるよみたいな、そういう構えね。で、大姫の未完工。で、これで大姫の未完工に装備することによって、大姫の未完工をバウンスしながら次のターンも使いますという動きができると。強すぎますね、あまりにも。で、いや、これ意味ねえな、これ。エクレシアとか出す意味一切ないな。パニッシュメント1枚ピン刺しとかもまあ一応あるか。でもエクストラが出てこないのちょっと弱いんだよな。で、サマーフェイズ、メインフェイズ。召喚獣入ってるんでね。あー、トラップない。これ、拮抗勝負だ。いや、トラップねえんだよな。無限保有一応入ってるんですけど、ちょっと握ってないんですよね。やばいですね。はい、すいませんでした。すいませんでした。どうしよう。まあ、ミルカバーが、さすがに。ここと、ごめん大姫ちゃん、あー俺の大姫ちゃんが絶対にいるサンドムシキャラが、えっ、ベンリル、きめえな。ごめん、ヨンスターが、まあ、メルカバーで向こうにするか。虫けらが殴り殺しにしてくれる。ちなみにエクレシアはもういらないと思うので、捨てます。で、ガンマをケアしてこのタイミングでの増殖する G、 これにより相手は、あ、よし、取るチェーンない、オッケー。フリーチェーンない、速攻魔法なしってことは、まあ、トラップカードとかなのかな。あー、そっち系や、そっち系ね。オッケー、怖くはね。まあ、でもこれじゃあ増殖するじ、結構セラストップとかなんのかな。セラスト、セラ、はい、召喚魔術引いた。バラレクシードは強い。まあ、でもあとはもうなんか無効がねえからな。あ、ビーステッドか。いや、刺さんねえんだよなあんまり、ビーステッド。小悪魔は、あー、サウラビスはいいね。サウラビスはいい。これちなみにドラゴン族だからマグナムートとか装備、サーチできるんだけどね。一応レベル高えドラゴン族だから。シトリスか、オッケー。シトリスちゃんね、エッチだよね。シトリスちゃんのイラストが一番好きですわ、小悪魔の中で。あまりにもエッチすぎて、えっですよね。ちょ、第2回シコタ的選手権、俺も出てえんだけど。じゃあ自分のね、メンバーシップで開催してるね、あのシコったことあるモンスター的選手権っていうのがあるんですけど、コンプライアンスっていう大会があるんですけど、あのね、ちょっとね、あの1ヶ月前ぐらいからちょっと、まあ、2週間ぐらい前から告知して、で、そのメンバーシップのメンバーしか参加できないんだけど、ね、みんなにがね、そのしこったモンスターを持ち寄って、あの、デュエルするっていう大会なんですよ。はい。ちょっとね、シトリスちゃんはね、まあ、お世話になってるからね、俺も出たいね。できれば。さあ、昨日の小悪魔を持ってくる。え、でもこれめちゃくちゃ感じてくるんだ。え、なんかさ、え、そんなになんかさ、終わった、あ、結界像あんのかな、これ結界像出そうとしてる、もしかして。結界像で2つある構築か、これやばいぞ、かなり。これはかなりやばい。だとした場合、ね、プティか、あー、これはサウラビスで、無効にできますね。まあ、あるから投げますか。あるんだったら投げとくべき。で、これで無効にはなったが、ランク4は立てられてしまう。で、これちなみにね、メルカバー除外されて、なんかシトリスで吸収されるみたいな動きあるからね。相手めっちゃ動いてくんな。こんな引かせるというぐらい引かせるけどな。集結の園へめっちゃ強いな。あ、うらら来たか。うらら来た。まあでも今もうさ、多分刺さらなさそう。で、アティプスの小悪魔で、メルカバー君の効果が無効になり、さらにトラップカードをゲームから除外することによって、通常トラップをゲームから除外すると、俺のメルカバーが破壊され、で、その破壊されたメルカバー君が吸収されることになりそうだが、そうですね、これドルイドブルーム出しときますか。なんかもう別にいつ出してもあんま変わんないんですよね、多分。あの相手光闇多分墓地にいないから、
シトリスってさ、これ除外したらさ、効果実質吸収されない？メルカバー今一応あんま関係ない気がするけど、まあいいや。メルカバー除外で、ドルイドブリムを特殊召喚したいです。時間がありません。タイムイズマニー。ドルイドブリム特殊召喚、マグラムートでやってほしかったな、できれば。で、アレイスター召喚からアンヘルね。アレイスター召喚からの 4-6 アンヘルね。これが B ステップの強さね。レベル6だから。けどね、オッケー。今、いや、これドラグマ引きすぎたな。ドラグマが引きすぎた、あまりにも。ちょっとね、フルルトリス、まあでも天帝引けば一応墓地からでも回収できるから、まあ墓地落としとくのは全然いいんだけどね。うん。あ、フレシアちゃん来ちゃった。フレシアちゃんやばいな。フレシアちゃん、うっとしいな。出しておくべきか、一応。フルルドリスの効果発動して、手札から出しておくべきではあるかもしれん。さあ、フレシアちゃんの効果で、あ、これ墓穴だな、つまり。墓穴か。いや、これ先出しておくべきだったか、じゃあ。一応。まあいいか。あと、集結の園絵があるとさ、なんか小悪魔って戦闘回対数1回ついてるんですよね。それがガチでうざい。アーゼウスちょっと入ってないもんですから無限法要今押せんだよ、バカタレが。バカチン。これアレイスター召喚から入りますか、とりあえずね。でとりあえずアレイスター召喚ね。でフレシアの効果だよね、これ多分底なしとかなのかな、ちょっとわかんないですけど、とりあえずアンヘル出しに行きますか。アンヘル集結の園絵を除外しないとあれか、これ戦闘で破壊されるのがうざすぎるな。で集結の園絵を対象にとって除外し、でドルイドブルームでフレシアかな。でこうで、こうでこれで多分まあでも墓穴2枚とか入ってることある。ランカの小悪魔は墓地に送って、あ、うわ入ってんの、偉っ。なるほど、まあ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 いいでしょう。でも集結の園絵は除外できた。で、はい、ドレイド無効で2000番やばすぎ、もう俺ライフ4000しかねえわ。やべえな。で召喚魔術アーズド、召喚魔術の効果により、自分の墓地に存在する召喚師アレイスだと、ああなるほど、オールティアの小悪魔フーティック、なるほどね。まあ一応増殖するじゃん、一応。さあ無限増殖する地獄へ。これでもプティカ特殊召喚されるとプティカで一応、除外されんのか。まあでもメルカバー打てばいいんじゃない。やべ、時間ない、時間ない、やべやべ。なんでもいい、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 これはなんでもいい。こうで、メルカバー特殊召喚。メルカバーの一害、そういえば知ってました？メルカバーくんってこれ実は下の中馬みたいなやつじゃなく足生えてるんですよね、しっかりと。実は知ってました？これなんか俺言ったかと思ってた、俺。このモンスター。イラスト違いがね、あってね。で、シトリスの効果発動。プティカの効果発動。これチェーン逆だったんじゃない？まあいいや。で、こうして、一応メルカバーが生き残っていく。さあこれでプティカの小悪魔ちゃんがゲームから除外され、シトリスの効果で吸収する。アレイスターどっか行った。ぶん投げます。でもう一発撃ちます。ユーゴモンスターいたやな、さっきな。アウゴエイディシング出します。オッケー。でアレイスターとヌトス行け。あ、でも融合モンスターいないから打点足りねえか、これ。でこうしてアウゴエイディスの効果発動、相手のクリシアの小悪魔をもうちょっていく。オッケー。でやばい、時間がない。まずいことが起きた。時間がないぞ、殴るしかないか。なんだっけこれ、あ、回収した方がいいなこれ一応。早く早く
はーい、やー、決まったフェーズー。つなげる順番はどうだったっけな、こうかなー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 。あ、うるさい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 、あれ、ちょっと待って、アレスターのチェーンマジうるさい。で、こう、オッケー。いや、これ全面処理。え、これ殴ってさ、これさ、アレスターぶん投げたら勝てる、これ2000、あー、300足りねえ。じゃあ投げない、じゃあ投げない。メイン2、うっ、あぶねえ、あぶねえ、マジであぶねえ、くそ、あぶなかった。サンダーワルト誰、アメリカまであぶねえ、あぶなかった。オッケー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 、激闘だったな。いやー、このデッキおもろいですね。なんか使ってる感じはな、たまにちょっと事故るけど、まあある程度あの全部単体で動けるようなカードがいっぱい入ってるんで、いやでもな、これうん、そうね、あの単体で動けるようなカードが結構いっぱい入ってるんですよ。なんでなんか意外と手数もまあそこそこあって、でまあ誘発もそこそこ詰めてるんで結構楽しいですね。で、これ多分ね、大姫に無効でいいんじゃねえかな、基本的には。はい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 、大姫に無効でいいと思います。まあディバイナー無効にしに行く説はまあ全然一応あんだけど、なんか感知されるんだよね普通に、そうやると。これさ、いやこれ普通にさ、無限保養まま打つんだけど、これアルティマヤ強力金とか入ってたらやばいんだけどさ、大丈夫かなアルティマヤ強力金マジでやばくて、これで一応出るんですよ。アルティマヤ強力金2体でね、あ、2体5直ってね、あ、まあ、ここ打つんだけどさ、でこれセットカードがあると、いやこれね結構相性はいいんですよ。だから66になるじゃないですか、チューナーとチューナー以外のレベル6だから、これなんか赤き竜出してセットみたいな、あー、これは大丈夫かな、それはいい、別にいいかな、それはいい。結局なんか風鈴を先に出しておかないとね、大姫の効果がね効いちゃうっていうのはね、ヴァンパイアシリだ。何これ先行で出すモンスターじゃなくない、なんかそれ何もしないよねそれ。先行で出すんだったらなんかウォローとかなんじゃない、ヴァンパイアシリだも何もしないぞ先行では。一体何がしたい、わからん。でもそれ、大姫残したとか強くないか、まあいいや、まあ、とりあえず復楽院から発動して、ね、こうだね。で、暴走魔法陣でちょっとうららチェックいきます。あ、ないね、ないね、ないね私未完コのアラベスクを発動したいであります。これはね、相手のシェ、まあ、シェリダンバウンスする意味もあんまないけどな、まあ、一応バウンスしてモンスター出していくか。さあこれ通りますか、通りますね、ガタダダ通りや。そのくせなんだそれ何そのくせカード、わからん、まあ、とりあえずアレイスターで召喚こうだぞ。天帝引いてるとここでさらにね、あの展開が一気にグワッて伸びていったりするんだけど、でこうしますー、よいしょ。で フルルドリス発動ですね、フルルドリス発動して25打点用意して、これこの効果ってエクストラデッキで縛りつかないの。でフルルドリス姉さん出して、早めの双剣士ちゃん出していく、ちょっとあのヘビ出しに行くか、ヘビーボンバー出して、でちょ、なんかここから光るのはなんだ、トラップカードか、トラップカード、いや、ん、え、このここで光るってなんだ、あー、穴か、なるほど、やるやん。
素引きしてますね。あ、なんか貫通できそう。なんか知んないけど貫通できそうだわ。まあ手札からその辺にしたしょ。痛いでもよろしいでしょうか。ありがとうございます。かわいそう。素引いてんの知らねえよな。素引きとか知らねえよって言ってそう。福楽院は効果発動してよくて、で相手の大姫戻してあげましょう。はい、あっ強え強え強すぎる、やばすぎ、出してからマナコンドが除外、これで足りてる説もあるけど、召喚、そしてアナベルテアナコンダの効果を発動。デッキからフュージョンマジックトラップカードを墓地送って融合召喚を行う。うおーおらー殺意結構高いなこのデッキ。うわー、そんなに引くことありますっていうぐらい引きますね。ナリキンゴブリンいただきます、ありがとうございます。今ライフポイント1000ポイントをいただきました。こんなもんね、何ポイントあってもいいですからね。ピュアリースリーピーメモリー&共闘オタフロント、なんだこれ、わからん、なんだこの謎のコンボ、やばい、共闘オタフロントに怪獣カウンターが乗っている。えこれピュアリーメタピュアリーってこと。怪獣結構ね強いんですよね、ピュアリーに対してはね。かなりマグナムといつ出してもわかんねえか。これ墓地のモンスターをなんか参照するみたいな動きは多分ピュアリーの中にはないから、マイフレンド持ってこられてしまう、でブラウ効果でワンドローも入ってしまう、あまりにも強すぎで、マイフレンド効果発動して、マイフレンドで500ポイントライフ払い、サーチング異例のデリシャスデリシャスデリシャス、 OK。 ちょっと待って、モンスター並べすぎじゃない、そんなにレベル1に並ぶことある。そんなにレベル1に並ぶことあります。デッキの中のピュアリ全部なくなるよ、やばいことしてんな。あー、俺のマグナムートが、ワイのマグナムートぶち壊された。で謎のリンク召喚をつないでいき、あスカルデット、なるほど、はあ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 、はい、これもしかしてさ、怪獣対策にさ、自分の場に怪獣用意しようとしない？これ、自分の場に怪獣用意しようとしてるやつ、これ。ああ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 。これもしかしてさ、俺のエクスピアリーノワールは怪獣ではリリースできないぜってこと？やばい動きしようとしてるな、これ。素材が供給されたことによってプランプの素材が3になり、で密室で自分の墓地から魔法タップカード吸収できるんで、これ5素材にはなりますね。さあスカルデッドで、うわー、ま、来たー、やばいやつ、きちぇやばい、やってることこれ、え、マジでこれエクスピアリーノワールガメシールってこと、怪獣にしわれすぎて頭おかしかったよこのピュアリー使い。このピュアリー使い、怪獣にしわれすぎて自分で先に怪獣出してるの草なんだけど、まあ勝てないけど。